オス君、どうしてあなたがここに？君がここに現れたということは、彼女を迎えに来たんだね。始まったね。再びあの場所で。もう一度。出るか死んでるか、そんなもんはさして重要なことじゃない。永劫の時、無限の輪廻、その流れの中にあって、人の存在なぞ無意味なもの、